はい、10円自動販売機に来ました。西区大阪市、西区なるのここは、この花区、福島区、そのあたりです。まず10円やってください、早く早くやってください、どうぞ。ほんまに10円、あ、それ10円自動販売機、さあ何が出てきたでしょうか。何これ、梅すずみ、なぜ10円か。これ賞味期限いつなってる、賞味期限、賞味期限どこに書いてある、あった、これや、2020年の1月やって、賞味期限これ賞味期限やんな、多分書いてんのが。いや、もう無理や。だから明日か明後日までに飲まなあかんっていうやつやね飲まないでくれ。だから10円やねんな。これほんま賞味期限、製造じゃなしに、ここら辺に書いてないかな。でもう一回引くの、保存方法見えへんな。賞味期限キャップに掲載、やっぱりそうやな、賞味期限、賞味期限キャップに掲載。ほんでそのキャップを見ると2020年の1月、今日は1月の29日だから次の日か、次の、そう、あと2日で飲まないとダメなジュースだから10円です。はい、もう一個やってみよう。さあ10円どんなやつが出てくるでしょう。また一緒、一緒、またほんで賞味期限は一緒、1月、あ、こっち側の自動販売機やったらちゃうかもしれへんで、こっち側、こっち側も10円やねん、こっち側は、わ、ゴンゴンが来たそうです。はい、やってみて、もうちょっと、もうちょっと、そこなんか暗いな。あ、押すとこいっぱいやな、今日は。また一緒。また一緒。こればっかりやな。これもほんと賞味期限は一緒ちゃうの？ビュー。20年の1月、1月、ギリギリ。これ飲む？サッコも飲む？これ飲む？全部これやったらもう3本前か。1日1本は飲まなあかん。やってみる？まだあと50円分やろう。どうぞ。あ、また一緒。また一緒？もうあと1本やっとき。こっちでいいや、こっちで、こっちでどうぞ。向こうがいい。そう？やっぱ一緒。どうぞ、やってください。いや、やっぱ一緒。5本ともこれやな、今日は。全部、賞味期限は？一緒。1月、2020年の1月さすが10円、こういう作戦やな。5本も同じジュースがたまりました。1、2、3、4、5、もう10円はやめとこうか、こればっかりやもんな。終了、10円自動販売機、さようならさようなら。